ドミニク・コールは、ドイツ・トリア出身のサッカー選手。ブンデスリーガ1、FSV ・マインツレーンを所属。ポジションは、ミッドフィールダー。14歳で、バイエル・レバー,クーゼンの下部組織に入団。2012年4月の TSG1899 ホッフェンハイム戦で、トップブンデスリーガデビュー。2011-12シーズンは、リーグ戦2試合に出場した。 2012年11月22日の FC メタリスト、ハルキウ戦でヨーロッパリーグデビュー。このシーズンはリーグ4試合とヨーロッパリーグ2試合に出場。リザーブチームでは27試合で2得点を挙げた。翌シーズンはリーグとチャンピオンズリーグで2試合ずつ、リザーブで6試合に出場した。2014年1月、コールは出場機会を求め FC アウクスブルクに 期限付き遺跡で加入。シーズン終了までに8試合に出場した。2015年3月7日の VFL ボルフスブルク、戦でブンデスリーが初ゴールを挙げた。2015年6月から完全遺跡に移行。2016年9月19日、対マインツ戦において、相手 m F、ホセロドリゲスにハードファウルを仕掛けられ、足の付け根に14センチメートルの列車を追った。ドリゲスは、 その後、謝罪した。2017年4月12日、バイエルエバー空前に復帰することが発表された。2019年7月3日、アイントラハとフランクフルトに移籍し、5年契約を結んだ。2021年1月18日、1FSV マインツレーゴ2シーズン終了までの期限付き移籍で加入。2021年5月29日、 1.FSV マインツレー語への期限付き遺跡が1年延長することが発表された。ありがとうございます。